特定口座年間取引報告書の請求方法についてご説明します。まず、口座管理をクリックし、画面左側、書類請求、申し込みを選択します。特定口座年間取引報告書の項目の右側にあるボタンをクリックし、1を選択します。画面の一番下にある確認するボタンを押してください。申し込み内容確認の画面が表示されたら、内容をご確認の上、申し込みするボタンを押してください。以上で、特定口座年間取引報告書の請求手続きは完了です。登録住所に変更がある場合、お早めに住所変更手続きをお願いします。電子交付された特定口座年間取引報告書を印刷しても、確定申告ではご利用いただけません。確定申告が必要な方は、郵送交付による特定口座年間取引報告書をご請求ください。